はい、どうも、筋トレ好き整体師藤村です。本日の内容はこちらですね、ぎっくり腰で起き上がれないと、今日ですね、飛び込みで当院に来られた男性のお客様ですね、まあ、デスクワークとね、まあ、立ち仕事半々でこうお仕事されているような方だったんですが、まあ、その方が今日ね、朝起きてからちょっと腰の違和感があって、お仕事でね座ってる時にどんどん腰が痛くなってしまって、なんかぎっくり腰みたいな感じになってしまいましたということで当院に来られました。で、その方ね、なんか横になってから起き上がるときですね。起き上がるときに、まあ、すごい激痛がありますと。まあ、それ以外でもね、いろんな場面で腰痛出てたんですが、特にね、この起き上がるときっていうのが、腰の痛みがこう強いです、ということをおっしゃっていました。で、その方のね、ぎっくり腰のこう原因を見つけていったんですが、そもそもね、まずぎっくり腰ってなんで起きるかというとですね、ぎっくり腰が起きる原因っていうのは、全身の筋肉が硬くなってる。筋がこう硬くなっていることでやっぱり起きてきます。で、人間はですね、筋膜っていうね膜でこう全身覆われた状態になっているので、全身の筋肉がこう硬くなってしまうと、もうその膜がパツパツになって全然動けない状態になってしまうんですよ。で、こう動いた時に腰だけクイッと動いて、その膜が全部がこう腰を引っ張ってきて、腰の痛みが出てしまうというのが実はぎっくり腰がの原因なんですね。で、なので、まあ実は、ぎっくり腰の原因っていうのは全身の筋肉が原因にはなってくるんですが、まあそれぞれの動きで、やっぱりその原因になってくる筋肉が違うんですね。で、その方の今回のこう起き上がるとき、体をね、横向きになってからぐーっと起き上がっていくような動作のときの腰痛の原因はここにありました。ですね、まあ右肩がその方下だったんですけど、右のね、小胸筋っていう筋肉です。で、右の小胸筋はどこにあるかというと、右のこの辺りですね、胸の筋肉です。はい、ここですね。で、この小胸筋が硬くなってしまうと、実はこの小胸筋という筋肉はですね、首の筋肉の膜と非常に膜のつながりが深いです。なので、この小胸筋が硬くなると首の動きがまず非常に悪くなってしまうんですね。で、実は人間は首と腰の動きって非常にリンクしているので、首が動かないと腰が過剰に動こうとします。なので、この方は起き上がるときにですね、首が全然動かない状態で、腰だけ過剰に動いた状態で起き上がってしまっていて、痛みが出ていました。なのでね、その方のね、この右の小胸筋って筋肉をね、胸のこの筋肉を柔らかくした後はですね、起き上がるとき、あれ先生全然痛くないという形になりました。はい。で、まあ他にもね、その方いろんなそのぎっくり腰の原因があったんですが、まあ起き上がるときの痛みの原因はここだったので、一応ね、そのマッサージの方法を覚えていただきました。で、マッサージの方法は非常に簡単で、大体ね、この腕の付け根と胸の付け根、ここちょっとね、なんていうんですか、溝みたいな感じで、ここ溝がね、腕とこう胸の筋肉にこう溝があるんですよ。はい。このあたりをですね、反対の手をこう C の字にしていただいて、ここをこう斜めにね、ゴリゴリと、その溝をね、こう切り裂くように、ゴリ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 と。で、この時ね、右手はなるべくこう力を抜いて、ゴリゴリゴリと、はい。まずマッサージしていきます。で、マッサージしたらですね、そこの水を今度グッと押さえながら、今度は右手をね、大きくこうくるくる。こんな感じで回していきます。はい。で、反対の方にもこうくるくる回していきます。で、大体それぞれね、10回ぐらいこう回していただいたら、結構これでもう小胸筋はかなり緊張が落ちてます。はい。なので、ここをまず裂くようにね、10回ぐらいこうマッサージをしていただいて、今度押さえたままくるくる回すっていうのを10回それぞれ前と後ろやっていただくと小胸筋が緩みますので、もしね、ぎっくり腰の方で起き上がるときに痛い方っていうのは、もしかするとね、この小胸筋的筋肉が原因になっている可能性があったりするので、今みたいなマッサージをしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。